去年の夏、目の肥えた静岡の高校野球ファンを一瞬で虜にしたピッチャーが現れました。鈴木翔太投手、この時まだ2年生。4回戦では大本命強打の静岡をわずか2安打に抑え、チームを初のベスト4へと導きました。静岡戦で一番いいフォーク投げれたと思うんで、あの時は一番今まで野球やってきた中でいいピッチングだったと思います。一躍注目の的となった鈴木投手、日米合わせて15球団が熱い視線を送っています。その魅力はしなやかな投球フォームです。リリースするまではもう本当に力を本当に抜いてリラックスした状態で話すときに 100% の力を伝えられるような、そういう投球動作は心がけています。球速よりも今はもう本当に球の質とかキレの方を意識しています。球の回転数を多くして、バッターの手元で伸びてくるようなそういうまっすぐを心がけています。どうやってそのフォームを身につけたのか、監督が教えてくれました。もうあれは我々が教えてとかっていう問題ではないので、ほとんど触ってないですね。で、普通は高校生ぐらいだと、例えばこれができないからこういう風にしてみようっていうことを言うと、その反復練習を何回も何回もしなくちゃいけないです。ただ翔太の場合はこうなってるからこういう風にやってみたらいいんじゃないっていうと、自分でそれを体で表現できるので。天性の素質、そのスーパーウーマンの日常を覗いてみると、次は聖書のことについて学ぶ授業です。具体的にどういう勉強をするの？具体的にどういう勉強するの？聖書の中身です。はい、キリスト教系の学校ならではの授業です。鈴木投手もマウンドを降りれば普通の高校3年生でした。どんぶり飯に大量の天かす、食べるのは鈴木投手たち。こうして体を作っていきます。面白いよ、天かす結構美味しいです。なんかさっき前じゃ聞いたら、すっくり好物だって聞いてた。なんか好物です。お雑煮でとんでもない個数を食べたって聞いたんですけど、まあ1日20個目標にして、はい、食べてました。もう最低でも75キロは欲しいなと思ってます。細身の大食感、これでも入学してから体重が15キロ増えました。一冬越えてさらなる成長が期待された鈴木投手、しかし思わぬ試練が待っていました。強い気持ちはあるんですけど、どっかで空回りとかして力入りすぎたりとかしていて、すると体が悲鳴を上げます。右肘の痛みでした。初めは少し違和感だけだったんですけど、ちょっとしばらくしてから痛みが出てきたんで、これはちょっとまずいなと思って焦りもあったんですけど、そこはしっかり心の中で抑えて我慢してやってきました。辛くなかったですか？もう本当に辛かったです。マウンドに立てない日々、それが1ヶ月も続きました。夏に向けていろんな準備をしたかった部分があるので非常に不安でしたけど、今となってはそこで我慢できたことがいい方に向かっていくんじゃないのかなと。ちょうど上り調子で夏の大会に入れそうなので、肘の痛みはもう特にないんで、あとはもう怖がらずに思いっきりで振れば、去年の夏以上の力は出せるんじゃないかと思ってます。苦難を乗り越えた県内ナンバーワンピッチャーは間違いなく一回りも二回りも大きくなって夏の舞台に戻ってきます。とにかくこの最後の夏で、初の甲子園に行きたいっていうのはすごい思ってます。どうですか、自分があの甲子園のマウンドで投げている、あのマウンドに立っているイメージはできてますか？もう1年以上前からできています。